イエーイ。どうも寿司ラーメンリクです。はい、まあ、格好見ていただければわかるんですけど、僕のド天然なバーバーへのドッキリ第4弾です。この前ね、俺家でクリスマスパーティーをやったんですけど、クラッカーを誰か鳴らしたんですよ。一人だけバーバー、一人だけもう鬼のようにびっくりしてて、でね、そんなバーバーに今日はね、爆音ドッキリをやっていきたいと思います。よし、やっしょー。ということでね、うるさいものを3つ用意したんで紹介します。1つ目、ストーブ消しといてって言ってストーブを消しに行ったところ、スイッチを押した瞬間ストーブが大爆発するっていうね、ストーブスイッチ消したら大爆発ドッキリ。2つ目、クラッカートラップ。これはね、ちょっと引っかかんなかったらカットするんですけど。さあ、そして3つ目、サンシャイン崎。ということでね、早速ドッキリを仕掛けていこうと思います。私布団さ、どうしたっけ、ちょっとめくっただけでいっぱいはめくってないよね。うん、ってこと。